しくお願いします。ここでは18名のパフォーマーとクリエイティブチームがパフォーマンスの準備をしています。金井さん、川原さん、麻生さん、枝本さん、衣装お願いします。あ、呼ばれたみたいだね。そうだな、呼ばれていいかな。衣装見てみたいからちょっと見に行ってみようよ。見に行ってみようか、ちょっと、うん。失礼します低い声とええ声なってたな、これな。あれか、あ、オート位置とかな。4やんのかね。あのところに衣装が届く、それ届くかな。ちょっと衣装がちょっと届くかな。ちょっと衣装が届くかな。衣装届くかな。撮るんだろう。あんな簡単に動いちゃうんだ。でもどうやって撮るの？なあ、僕も。ちょっと待ってみようかな。ダメ。無理みたい。ねえ。なんかいいアイディアあるのかな？じゃあこっち、こっち見なさい。はい。この車椅子は音を奏でる車椅子としてですね、タイヤのところにという、太鼓がついております、しかもここにですね、この音符のようなヨットの帆のような布がついてるんですけれども、これなんとスピーカーです。私はこの車椅子に少し工夫を加えて、車椅子のタイヤの動きを感知して、音をこのスピーカーから流すパフォーマーに連動した、音を奏でる車椅子に、改良しました。どんな音が出るかっていうと、この天井にたくさん並んでいる井上さんが作ったトゥインクルキャッチャーというものの、イメージをですね、から音を、考えて、流れます。
ぜひパフォーマンスでどんな音が出るのか、楽しみに、聞いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいね、どんな音が出るんだろう。そう、楽しみやな。楽しみだね。お、楽しみ。ずっと気になってたんだけど、城の音楽なんだろうね。ちょっと聞いてみよう。こんにちは。お名前なんですか？音楽を担当しました、バンドです。あ、この音楽の特徴は何ですか？今日の音楽は、今弾いてるのはアコーディオンという楽器です。今日これから皆さんがダンスをしてくださる音楽、その中にもこのアコーディオンという楽器の要素は少し含まれておりまして、今日はウォーミングアップでちょっと使ってみました。それでこれから流れる音楽というのは、三角水木さんという詩人の方が書いてくださった詩をもとに作曲をしました。皆さんのダンスに合うように、それから有機的な内容をたくさん含んだ詩だったので、それを窓際や玄関などのインテリアにいかがでしょうか。考えて音を組み立てました。そして今日はいろんなオブジェからたくさんの音が出てきます。ぜひその立体的な音、皆さんにも楽しんでいただけたらなと思います。どうぞお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、すごいね、いろんなところに隠れているんだね。探してみると面白そう。あそこにかわいい、かわいいの、こっちキラキラしたのがあるよ。ちょっと聞いてみようよ。見てみようか。井上さん、はい、今ならこんにちは。こんにちは。名前何ですか？私は美術を担当している井上です。このキラキラしているものは何ですか？ティンクルキャッチャーといって光と音を集める道具になっています。キラキラした小さな素材を集めて作っていて、なんか三角さんの詩からイメージした、なんかこの世界が一つ一つの小さなものがで集まってできているっていうのをイメージできるといいなと思って作りました。このキラキラしたものに名前はあるんですか？はい、先ほど言ったティンクルキャッチャーと言います。